かスペインのさ、デイオブザデート。毎回ふざけてる。マジで静電気がやばいな。あれかな、ローラーとかやるから静電気起こしてきて。あー、それはある。このテーピングがなきゃ俺はもう引退してますよ。ヒロさんのテープで生きてる。ザックについて聞いていいですか？誰ですか？ザック。ザックに関しては何でも聞いてください。マジですか？まあ、彼東海大学に入ってくるときに、日本人より日本人、アメリカ人が入ってくるって言って入ってきたぐらいなんで。それ誰が言ってた？それはリクさんが言ってました。リクさんですね。まあ、ああやって明るくてね、こうただのハッピーヤローに見えるかもしれないですけど。意外とあの気使えるし、周りも見えてるし、昔からこう仕事人的な感じのイメージがあると思うんですけど、まあそうやって安定して、別にこうスタートで出ようが、途中から出ようが、試合にこうインパクトを与えてくれるっていう意味では、やっぱりこうチームにとって欠かせない存在だと思うし、なんか自分が思うに、やっぱりこう練習の時よりもゲームの時の方がより力を発揮する選手なのかなって思う。やっぱそういうビッグゲームとか、そういうところでのこう、シュートを決めるシーンが多分多いと思いますし、まあそういうタイプの選手かなと。このチームで俺がスタッツ的にこれやらなきゃいけない立場じゃないし、オールスター軍団じゃないけど、すごい奴らがいるからこそなんて、まあ翔平さんも見て育ったじゃないけどとか、武さんとかみたいな、そういうバランサーじゃないけど、2つにこだわらず今必要と知ることは大事なのかなとは思うんやけど、自分が絶対にこういうプレーしたいタイプでもないから、まあ人に合わせやすいっていうか、どんなプレイヤーが来ても一緒にやれる自信はあるっす、あとちょっと気になってたのが靴の量、これちょっと紹介してもらっていいですか？なんでこうなってるのかってちょっと紹介してほしいんですよ。やっぱりバッシュが好きだから、もう本当もうこれ履けない、壊れたぐらいじゃないと捨てたくない、練習前とか、まあ試合前何履こうかって毎日迷うぐらい、なんかその日の気分で色決めたりとか、その週末の対戦相手と色をかぶりたくない時もあるし、あえて合わせる時もあるし。ちなみに今週末は2択に絞ったっす。この赤とこっちは DM6、赤って俺すごい個人的に一番好きな色だし、サブさんの試合だから好きな色履こうかなと思いつつ、ドノバン、イシュー3、今日届いて、箱開けた瞬間かっけーみたいな、リラードの6か、デームの3、なるほど、俺今決められないですか？いやいやいや、オッケー。